吉本芸人が先生になって子どもたちに楽しく授業。皆さんこんにちは。こんにちは。1時間目の先生は頭脳派芸人ロザン。うわすごい。オリジナルロボットを作ってみよう。いけいけ。あーやばい。2時間目の先生は運動神経抜群な右左ってやるといいみたいよ。慣れてきたら最初のこう踏み込みを早くしてみたらどうだ。慣れてきたらね。いやらしいね藤田先生。みんなをごぼう抜きしてさ、大人だからってさ。笑って学べる学校小学校、この後すぐ。どうも。どうも。皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。今日皆さんの先生します。ロザンの藤原です。菅です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は何するか知ってますか。知ってるよって子。知ってるよっていう。今日何するの知ってる。知ってる人帰ります。帰らないでください。菅さん今日は何をするかというと、今日はね、あのロボットを作ります。ロボット作んねんで。ロボット作ったことある人。ロボット作ったことあるよ。男の子あるんじゃない。女の子も。あ、トコちゃんあるよ。どんなロボット作った。前学校の理科の授業でロボット作りました。どんなロボット作ったの。どんな感じのやつ。なんかリモコンみたいので動かす、うんうん、やつです。あ、そうか。今日はね、全く同じやつを作ります。そうや。全然楽しみじゃないね。2回目あるけどね。いや、2回目あるけどね。今日どんなあるかね。どんなあるかな。他のロボット作ったよって子いますか。あ、上がってるやん。はい。お、食べどんな。はい、夏の自由研究で、ソーラーパネルで発電してモーターで走る。すげえ。すごいね。すげえ。それよりもちょっと劣るやつ今日は作る。劣るんかいな。ほんなら全然楽しみじゃないね。すごいね、それね。それすごいね。そうなんや。今日はね、はい、まあ、そんなロボット、ちょっとまあ僕らよりもっと詳しい特別講師呼んでますんで、はい、先生お願いします。お願いします。拍手。はい、来ていただきましたロボットクリエイターの高橋智貴先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。高橋智貴先生は世界的に有名なロボットクリエイター。今日は高橋先生と一緒にロボットについて勉強していくよ。まず先生、簡単に言うとロボットって一体何だろうっていうところからね、皆さんにお話していただきたいんですけど、はい、そうですね、はい、まあ、いろんなロボットがあります。人の形をしたものもあれば、うんうん、車輪で動くものも、工場で働くものもあります。工場にもロボットが。いろんなロボットあるよね。手術してくれるロボットなんかもいます、ね、手術してくれるロボット。まずはなんかいろんなロボット、こんなロボット、あんなロボットもありますよということで、皆さんロボット好きになってもらって、もう自分で作りたくてしょうがなくなった頃に作ってもらおうかなと思うので、簡単にちょっと見てもらったりしながら、ちょっとさっきロボットってこんなんだよというの。はい、はい、わ、なんだこれ。宇宙に行ったロボットをこの間作りました。え、これ宇宙行ったんですか。宇宙行きました。今も実は宇宙ステーションで留守番をしてます。え、今宇宙ステーションの留守番この子がしてるの。この辺飛んでます。すごい。これ先生作ったんですか。あ、はい、共同開発をしまして、あとはですね、グランドキャニオンの崖を登るロボットを作りました。あ、これなんか CM で見たことある。そうですね、コマーシャルの。あ、見たことある。ということで、こんな風にしてですね。あ、動いてる動いてるよ動いてるよ動いてる動いてる。すごい。まあ、実は本当は効率的な登り方じゃないんですね。あ、なるほど。もっと早く、はい、早く登ろうと思ったらもっと早く。ビュンと行けるんやけども、あえて人間みたいな登らせ方をして、はい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 、そうするとなんかね、みんな応援してくれるわけです。わかるわかる。という、まあ、こんなことをしたりとかですね。あとですね、かわいいな。あともう一個こんなロボットを作りましたというのを、はい、こんなんです。かわいい。これはお話ができます。え、ロビ君こっち来て。了解。めっちゃ可愛いよ。立ち上がるね。え、できる？すごい。おお。うわ、すごい。
あ、こっち来たよ。すごい。こっち来たよ。かわいい。自己紹介して。何ができる？歌を歌ったり、モノマネしたり、クイズ出したり、じゃんけんしたり、いろいろできるの？腕立て伏せ。一緒にやろう。腕立て伏せ？できるの？すごい。すごい。よっこいしょ。疲れちゃった。かわいいな。疲れるの、ロビも。かわいいな。疲れるんですね、高橋先生。ということで、はい、まあちょっと皆さんロボットにね、より興味持ってきたと思うんで、はい、実際に皆さんに作っていただこうと思います。はい、作れるかな、うん、できそうかな。今日これ作ってもらうからね。嘘嘘嘘反応するとこまでね。何を作りましょう、まあ、今日は何を、はい、今日はですね、はい、実は僕は今こんなロボットを作ってますが、最初どうやってねロボットを作り始めたかというと、ブロックを使って、子供の頃はですね、ブロックを使って自分がね作りたかったロボット、いろんなものを作ってきました。なんかね、車輪で動いてパンチを繰り出すものとかね、人の形をしたものと、本当にいろんなロボットを作ってきました。楽しみながらロボットが作れますんで、それをぜひね皆さんにも体験してもらおうと思います。今日は高橋先生がアドバイザーを務めているヒューマンアカデミーのロボット教室を体験してもらいます。机の中に隠してあったオリジナルのブロックキットを使って、早速ロボット作りスタート。作っていきましょう。よっしゃ、それ見ながら作っていこう。菅先生もみんなと一緒にロボットを作ってみます。黒の部品を並べて箱みたいなの作るのかな。そうですね、はい、ね、それが胴体になりますんで。翔太がすごいペースで飛ばしてるよ今。いいよ翔太。あ、男子の方がちょっと組み立ては得意かもわかんないですね。出来上がってみてちゃんと動くのはね、丁寧に作ってる子だね。なるほど。で、男子も焦りすぎずにな。早いのはええけど丁寧にやってよ。いつも賑やかな生徒たちがブロックを手に取ると、真剣に黙々と作業に取り組んでいきます。どれやー、それわかるよ。あのね、なんか上が、あ、そう、あ、いいね、みんな教え合って、教え合って、分かれへんかった、聞き合って。あった、これ上がなんかくっついてる、これかい。あ、なかなか作業が進まない菅先生。全然意味分からへんわ。もう一方、生徒たちは、はい、そうです、ものすごい集中力でどんどんパーツを完成させていきます。ブロックで組み上げた胴体にタイヤやモーターを取り付け、電池を入れると地面を進むクロールロボが出来上がるよ。いいんじゃないの？もうできるな。面白いね。わずか30分ほどでオリジナルロボットが完成。さあ、ロボットできた人、はい、できました、全員できました。じゃあ先生、やっぱり、はい、競争しましょうか。しましょう、はい、してみますか菅さん。やろう。よし、やってみましょう。完成したロボットでレース対決。ただいまよりクロールロボットのレースを行います。よっしゃー。さあみんな、スイッチ入れる方向間違えたらあかんで。お前お前頼むね。こっちこっちこっち、僕こっちなんだけど。え、行くよ。はい、位置について、よーい、スタート。
勝負やった。あやばい、実はこのブラックキットはいろいろなパーツを付け加えることでどんどん工夫できるんです。工夫ですね。須賀先生はみんなにそのことを教えようとしてくれたみたいなんですが、タイ、お前タイヤ倍にしてあのサーカイもよかったね、みんな動いたね、ちゃんと ね、 すごいすごい、ちゃんとできました。楽しかった、楽しかった。はい、ああ、よかったよかった。よかったですね。うん。やゆちゃんどうでしたか。なんか最初の時は作るの少し難しかったけど、うん、なんかスイッチ入れて、なんていうの、なんか競争したりすると楽しかった。まさひろくん、作ってみてどうやった？どこっすね。スタートのに時間またスタートのところに行っちゃったから戻っちゃった。でも一番楽しんでたな、まさひろくん。トコちゃんはもっと工夫して速く走れるようにしたいです。うん、うん、ああそうやな、またどんどんみんな作り変えてくれたらね。そうそうそう、この後そういうことを教えたかったんや。ほんまずるしただけや、一工夫していけよっていう。さあということで、まあ、僕らの子供の頃よりもやっぱり身近になってますよ ね、まあ、ね。そうですね、本当に今まで漫画アニメの世界だったものが、うん、もう本当に皆さん大人になる頃には家の中にあるはずです、ね、ロボットと一緒に暮らす時代が来るんで楽しみにしててください、はい、この中からまたロボット作ってくれる子たちも出てくるかも分かりませんからね。はい、ということで今日は皆さんと一緒にロボットを作る授業やりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、とっても面白い授業でしたね。今理科離れっていうようなことが言われてますけれども、これだけ面白くてやってみたいっていう教材や教具があることで子どもは自然自然と理科のような活動につながっていくんだなっていうことです。こうしたことがやがてはサイエンスの力、科学の力、こういう力につながっていくんだと思います。1時間目で子どもたちが取り組んだオリジナルロボット作りは全国のヒューマンアカデミーロボット教室で体験できます。未来のロボットクリエイターは君かもしれない。もう嫌らしいね。